令和2年12月30日、今年最後のお昼ご飯です。ですが、もう箱根駅伝のお話をされているようですが、お邪魔してよろしいでしょうか。正月です。わかりました。そうですね、でも今年最後の年越しそばを作りましたので、すごく豪華なんですけれども、そうです。なんかパーティーですか。年越しパーティーです。はい、はい、あの多分お昼ご飯を食べる時間がない方で、お昼ご飯が欲しい方用に、はい、なぜかお蕎麦が袋に入っているのが映ってしまったんですが、そちらはちょっとスッと無視してちゃんとお代はいただきます。わかりました、了解です。まあ豪華な天ぷらです。はい、カラッと揚がっております。おすすめの天ぷらは何でしょうか。菊芋のかき揚げです。菊芋のかき揚げ美味しいですよね。バサはフライにしたそうです。そしてやはり主役はエビ天でしょうか。そうです。今日はエビが大好きな利用者様もたくさん来られております。まだ途中経過ではありますが、ここにお寿司とお寿司がない、お寿司とお寿司がない、なんとお寿司はね、とお蕎麦がやってきますね。はい、お寿司は別取りにします。年越しそばですよ。はい、今日がデーの最後ですので、素晴らしい。